はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、こんようございます。今日もライズオブピー続きからやっていきたいと思います。まあ、前回ね、無血のラクサシア、ラクサシアを倒してきました。はい、で今日はねさらに遅れ進んで、多分彼女の主人の、シモンマヌス戦まで、まあ多分ラスボスだよね、やっていきたいなと思っております。で今アイテムを交換してくれる、ところ来てるんですけど、彼女のやつで交換してくれるやつがさ、テキラの雷の体験みたいなの使ってたじゃないですか。だからついにさ進化系のこの武器、もらえるのかと思ったら全然違うわウロボロスの瞳っていうね、片手の技術系の武器かなになってました。悲しいよ僕は、なんでなんだ。あとこれ難攻不落の要塞のアミレット、ガード施工時武器耐久度を消耗しない。あー、なるほどね。彼女シモンの盾となり、シモンの完璧な盾となることを望んでいた。彼女はラクサシアとして完成した時、迷子なく鉄の鎧の騎士、違うんだよ。もう、じゃあまあ戻ろっか。とりあえずクオーツとか消費できるやつあったっけかな。確認だけしてこよう。さて、クオーツは消費できるのないぞっと。調べる。現在使用できません。だいぶこれ成長してきたな。さっきさ、ほら。葉っぱめちゃくちゃ生えてきてる。いやー、これ何なんだろう。まあいいや、とりあえず僕はストーリーは先に進めていきましょう。ただいまー。というわけで、アルケ大修道院上部、内部、上部内部、続きやってきますよ、ということですね。で、この先か。上登っていく感じやね。ブルーリン、ちょっと回ってる感じですかね。アイテムなんかは特になーしだね。じゃあ行くか。いや、今日、毒々しいわ、装備が。あ、斧といい、この腕といい、パンデモニウムッチでね。いやー、でも腕とかもちょっと変えようかなと思ったりもしてるんだけど、パペットストリングが結構強いんだけどね、そっちの方にした方がいいかな。ちょっとボス戦、悩むとこだよね。意外とこっちが進む方向、あ、何もないかし、何もないし、闇の迷惑、こんなとこに放置されちゃって、まあかわいそうに。あれ、意外とでも敵もいなくてスルスル、あ、このままシモンマヌス戦ではないよね。さすがに、さすがにね、さすがにね。え、これ一人だけってことはなくない？こっちの方、ほら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 、すぐそうやってさ、みんな来る、すぐそうやってくる、すぐそうやってくる、すぐそうやってくる、すぐそうやってみんないじめるんだ。もうやだ、もうやだ、もうやだ、もうやだ。おい、ついてくんない、そんなによ。ついてくんない、そんなによ。二人はやめてって言ったでしょ。やめてって言ったでしょ。で、先ほど大変許しがたいことしたこいつらはしっかりと倒せてもらう。よいしょ、オッケー、入手入手。タイミング合わない。よいしょよいしょよいしょ。柔らかいんだけどね、こう柔らかいんだけどね。一人ずつ戦うのはお願いしていいですかね。一人ずつね、お願いしますね。いやー、敵はいない。おお、アイテムだけ？オッケーオッケー。おぼろげな、エアロゴのクリスタルだよ。うわ、なんだよ、絶対やんな、罠じゃん。すぐそういうことやる、すぐそういうことやる。危ないぞ。
いぞよいしょしっかりふぅ、まあ、この辺とかさ読める書類ありそうなんだけど全然だね。特殊耐性アンプル剤こんなもんか。はい、闇の迷惑の月長石、この辺も何もないな。あ、これ頭じゃん。頭じゃねえや。え？こっち？いや、多分こっち側が。あれ？あいつ、ちょっとだけ強いやつじゃん。お前、ちょっとだけ強いやつじゃん。見たことあるぞ。よいしょよいしょよいしょ、はいはい、って回復、よし、あー、これが腐敗の力腐ってしまったようだな。いやー、でもよかった腐敗になってくれて。これが何、これクォーツ、ありがてー。クォーツは使ってやっていきたいよね、積極的にね。これでピーキ感もだいぶ成長してるはず。でこの先、強い腐ってしまったようだな。はいはい、結構簡単に腐るんやな。簡単に腐っちゃうな。あ、絵は結構飾ってある、綺麗に。ショートカットとかも結構欲しいっすね。まあ、特に面白みのないところが続いているんだよな、今のところ。敵だけは散々僕の位置を脅かしてくれてるけどさ。なんか歩いてるのいたよね。君らか。君らか。一人ずつだったらいいよ。届かない。ふう、危ねえ危ねえ。もう一人も。よし、君だけか。ちょっと武器の振りが遅えな。つか変えた方がいいかな。体験のつかつけちゃってるから、多分その分だけちょっと振りが遅い感じなのかなと思うんだけど。ここにあるアイテムは見逃さない。半分の月長石、よし、落ちなかったね。で、あとは普通に、またお前かよ。電気の方か。落産者に憧れてる。まあ、わかるけどさ。やめようぜ、それでやるのは。君を怪我させてもらう。よいしょと。はい、そこいると死んじゃうぞ。よいイエイ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 よいん、なんか、あ、敵の武器か。でもその武器ちょっと欲しいな。なんか電気飛ばしたりさできるじゃん。貴重な遠距離攻撃の方法なんだけど。はしご。
え、何もないの？何もねえわ。何もねえわ。何もねえんだ。よし、じゃあ上行きましょうか。その前に、グラインダーで、最低回復。で、上さ、登っていく私。塔の内部的には上登ってんのかな、下登ってんのかな。下登ってるおかしいね。下降りてんのかな。どういう状態なんだろう、これ。私、どこへ連れていかれてる？あ、アイテム。完全な迷惑。結構完全な迷惑が落ちてるんだよな。ありがたいんですけど。なるほど、なるほど。一つ上のところに登ってきてるね。完全な迷惑の付き長いし。鍛えたい武器が意外とないよな。進化だからさ、これっていうやつが意外とない。この武器使いてえなっていうやつは結構あるんですけど、まあね、ボスの武器とかも使いたいのよ、本当は。本当は使いたいんだけど、なかなかね、そうもいかんのよな。な、昨日そう思うじゃろ？届かね、短っ。短け、短け、短けよ。短け、短け、短けよですよ、本当に。ああ、あっちにもいるんだ。あそこ、あ、反対側から行くしかないのか。OK。よーし。はい。はい。君は遠距離攻撃さえしなければ、生きてられたのにね。猫の位牌。猫の位牌も使ってないな。これって足音がね、なんかちっちゃくなって発見されにくくなるっていう効果らしいんですよね。まあ、それを使おうとしなかったのは僕なんですけど、いつ使えばいいのかもよくわからんかった。結構みんな気がつくんだよね、すごいね。後ろからさ、スススって来ても気づくからさ、悲しいことに。この塔未完成なのか、完成したのさ、よいしょ、完成したのが壊れたのかわからんよね。よし、OK かな。全くビビらせやがって。そろそろショートカットが欲しいんじゃが、これショートカットじゃない、さすがに。これ、多分下に行ってさ、下に行って、ショートカット開通よ。私の勘が正しければ。ショートカット開通でしょう。ね、そう言ってよ。そう言ってくれよ。頼むよ。ん？ほら、ほら来た。でも、ここ扉じゃね？扉じゃない。扉じゃない。で、ショートカットだ。オッケー。んじゃ、体力バー回復したら上さ戻りましょうか。よし、というわけで戻ってまいった。僕は先進ませていただく。で、一応ね、腕を火のやつに変えてみました。使えるかどうかは私次第。傷変えずに背中取れるかな。取りたいね。取りたいね。取りたいね。取らせて。取らせて。よし。よいしょ。ふん。こんなものです。さて、先行くが、なんか、強敵がいる気配がそろそろしてきたので、でかい。何かでかい敵がいる気がしてきた。それとも、このまま直線でボス行けちゃうのかな？誰かいるね。あ、赤きつね。赤いきつねと緑のタヌキ。あ、もうやるしかないのか。とりあえず黒猫を倒したし、君も倒させてもらっちゃおうかな。お姉さん。At first it was money. There was no way out of this dump other than buying your way out. Later, when his sight started failing.All we had was swallowed up by the first few treatments. He was going totally blind. But now,
The fruit is useless. 果物は役に立たない。 I swear on my life as a stalker that your father is safe. My employer promised not to harm him. Not that such a promise is worth anything to you now. But I wanted to set the record straight before, you know, revenge is all I have left now. まあそうだよな。まあそうだよな。You might be my first real challenge.ダッシュドン、ダッシュこれ結構強いぞ。走れ俺、よいしょ、走るぞ。はい、あなたとは友達になれたかもしれないんだ。うるせえ、その信頼を裏切ったのはお前だぞ。分かってるのか。いや、この武器さ、意外と対人最強かもしれん。走れ、お前の持て、走るぞ。そんな、そのバックステップがさ、バックステップが効かねえのよ。これとかはさ、こうやって近くしか殴れないけど、これって走っていって突っ込んでって殴れるわけじゃん。いてて、タタタタドン、ほら強い。あー、かっこいい。いた、連撃そういう隠し玉を出すのやめてくれな。危ない危ない危ない、死んじゃう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 、よいしょ、ふう、行くぞ。よいしょ、ふう、おしまい。いや、結構強かった。あっふわっ、力失ったな。そう、惜しい最後だよ。おやすみ。さて、相手が持ってきてくれた遺品かぶっとこうか。赤ぎつねが着用したマスク、精巧で上品に作られた貴族のマスクである。家に背を向けた彼女のただ一つの関心は街路で見つかけた弟のことだった。彼女は以前より少年の罪悪感を感じ取っていたが、彼を唯一の家族として受け入れた。なるほどね。うん、セクシーじゃない、セクシーじゃない。よし、これだ、開いてる。牢屋？あ、ジェペットいる？もしかして。ゼペットじゃねえじゃねえか。お前、ゼペットじゃねえだろ。騙しやがって。勝手に騙されただけだけど。よいしょ。はい。ベニーの緊急補修ツール。ゼペットだ！ゼペジーおる！ゼペジー！あ、これゼペジーと話さないと先行けないのか。あ、違う。歩き対象に通路のか。そういうこと？これ、あれだ。彼からもらうんだ、そしたら。よいしょ。さあ、助けに来たぞ。パパン。でも、ホテルは戻らん方がいいぞ。いろいろと問い詰められちゃうからね。あんたが黒幕なんじゃろ？人形の暴走のさ。It saddens me to see my precious son in a place like this.I wanted you to grow up as a good boy in a peaceful world. And yet, I think all I've taught you is blood and violence. This will be the last time. 本当だね、お父さん。頼むよ。I promise. Simon has gone completely mad. He's trying to become a god by using a tremendous amount of ergo. I don't know what.kind of world he wants to build.
perhaps there's no stopping him. I trust you, my son. And I'm ready for any outcome. パパンのこと? But I don't know what you think of me. あ、これ選択肢出てくるやつじゃん、多分。Speak truthfully. For my sake.少なくとも今まで僕に助言してくれていたゼペットは信頼できるお父さんでした。I see. I have the courage to carry on because of you. Put an end to it all. And come back to your father's side. Remember the happy family we once were. 幸せな家族だった日を覚えてるか? それは分からん。それは知らん。オッケー。心臓が鼓動している。心臓は鼓動してるぞ。よし。んじゃ、シモン・マヌスをぶち倒してこようか。パパンの言う通りさ。Open that door. Open that door. よし。さてと、上に行きましょうか。トン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 、はいっと。あーあ、待って、まだ先あるじゃん、まだ先あるじゃん。これ絶対ショートカットじゃん、ただの。くっそ、ここ長いよ結構、思ったより。赤狐倒しただけじゃ済まないのか、もうボスかと思ったわ。じゃあホテル行ってクォーツ使ってきちゃおう。まあまあ、立派に育ってしまって、現在は使用できません。たったいまー。というわけで先へ進んでいきましょうか。で、こちらでございますね。あ、アイテム箱があるけど、これ手前、割られてません?あ、まっすぐ行けねえ。あ、いや待って、これ走って行くやつだな。飛べ!オッケー。バッチリ。で、開くと中身は何だろうな。箱の中身は暗殺者のアミレット、アミレット系か、これだね。クリティカル攻撃力が増加する。クリティカル攻撃ができないと話にならんってことか。なるほど、まあいいでしょう。はい、なんと情けないことを。行きはよいよい、帰りは怖い。あー、オッケー。ダッシュ!はい。で、回収。で、帰りも、ダッシュ!はい。よし。帰りのことを何も考えていなかった男の末路がさっきのですね。はい。悲しいね。とても悲しいね。燃えろ燃えろ。結構燃えねえな。よいしょ。はい。いやー、振りが。てか、この通路にさ、このレベルの敵、ローリング回避ができねえ。で、よいしょ。ナイス、よいしょ。ふう、あ、このさ、赤いやつが出るってことはさ、こいつ強敵なんだよね。あ、歯折れちゃったね。あ、毒でお亡くなりになってしまったか。悲しい事実。毒であいつは亡くなるという悲しい事実で、これの武器な、リーチがちょっと足りないな。リーチが物足りなさすぎる。君もそう思うだろう。あ、走れ。おー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 おお。よし、ちょっとすぐに燃えてな。よし、ダッシュ。ふう、これ二重で状態以上かかってたな、今。そういう感じなんだ。二重でかかるんだ。
いいよね。それいいよね。おお。おお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 。大丈夫、体燃えてるけど。ダメだったみたい。ダメだったみたい。よいしょ。で、中身は僕がいただくと。入手。跳躍のアミュレットプラス1。なんだっけこれって。スタミナが上がるやつが、スタミナ上がるやつだね。スタミナはでも今のままでいいな、とりあえず。まあ、ライフとかリージョンとかも上がるさ。なんだっけ、青のアミュレットだっけつけてるから。まあ、とりあえずそれで十分。炎勝負しようぜ。炎勝負しようぜ。向こうの方が強い。向こうの方が強い。炎勝負は向こうの方が強かった。おっと。ちょっと直して。何リーチ短いくせに外すのやめてくれな。リーチこっちの方が短いんだけどさ。これ、ひどくない？ちょっと、爆発しねえし。彼、最後のさ、最後の最後の切り札すら奪われてしまったようだな。でもさ、おかしくねえすか？はい。よいしょ。あ、腐ると爆発しないんだ。残念だったな。これ、このさ、下に、何もなしか。よし。あの、ちょっとしたとこに降りるとこあってさ、そこからアイテム回収するみたいなのなかったね。ああ、また来たよ、君。また君か。はい。よし。よし。あいつの動き全然覚えてない。あやつの動き全く覚えてない。戦えるとこに僕はいねえわ、まだ。あ、ショートカッティングじゃないですか、これ。ショートカットじゃない？あ？いや、ショートカットだな。となると、ジャンプでいいのかな？取るには。こういうこと？行って！怪我した、今。今、怪我したんですけど。OK。じゃあ、回復。というわけで体も健康になりまして、先へ進む準備ができましたので先へ進んでいきましょうか。で、聞くパンデモニウムですね、こちらにリジョンアーム変えさせていただきました。フラムバージもね、もうちょっとね、もう一段階強くなるんですよ。だからそこまでいけば、あ、何？デッドパペッツ。なんか強敵がいるんじゃないか、これは。なんか強敵がいる匂いがするぞ。シモン・マヌスの前にさらにもう一体いるってこと？そういうことですか？なんだこれ。乗れる？ん？ああ、君か。あれ？お、なんだ？あ、崩壊？あ、新人さんや。ああ！よし、よろしくお願いしますね。よろしくお願いしますね。崩壊してるね。なんだその。うわ、銀粉ばらまけなかった。お前、蝶々か。さてはバタフリーだな。知ってるぞ。麻痺の、あれだ、麻痺の構えだぞ。回復。危ない危ない。
動き覚える前になくなっちまうぜ。もう一個いけ、すぐそうやってばらまくじゃん。OK じゃねえな、場所やばい。持ってるんじゃそれ。軽いフットワークが。ダッシュ届かない。いっけ僕の斧。ふう。ちょっと消える。くれ。よいしょ、はいはいはいっと。え、マジで雑魚的に普通に出てくるんじゃねえ。あ、でもクォーツやん、クォーツやん、クォーツってことはやっぱ強敵だ。あっ、さて足元注意ね。もうマジでびっくりした。もうなんで急にこれなくなってしまったん？ひどいじゃないの。ね、ひどいじゃないの。完全に私をさ、キリングするために足元をこんな不安定にしてるでしょ。ひどすぎる。ひどすぎるよ。あそこに宝箱があるよ。え、まだ長いの？ね、まだ長いの？なあ。じゃあまだ長いか？あれ？そんな、ワン。よいしょ、はい、2回殴んなくていいよいや何これここに来て惜しみなく落下所を披露していくスタイルに切り替わってるんだけど、私どうして、どうしてなあ、どうしてだと思うなあ。俺はなんでこんなに死んでると思う今日。理由はわかんねえ。しかも落下死だなんて、なんて悲しい死に方を僕に選ばせるんだ。入手する。あ、レイジョンキャリパー、あ、レイジョンキャリパー今もらってもな、数足りないんだわな。あと2つ、あと2ついただけませんかね。マックスまで上げられないんだわな。え、結構長いな。おぼろけなエルゴのクリスタル、おぼろけなエルゴのクリスタル、おいおい、はい、よいしょ、 OK。 あん、お前応援に来て勝手に死んじゃダメでしょうよ、それは。それはダメでしょうよ、あんた。よくないって。全然、全然、誰もあなたが戦いに来たこと知らなかった、今。彼はちょっとね、考えなしで突っ込みすぎたね。まあ、私はそんな気にしないで先進むのが一番いいってことだ。え、長いね、これね。あ、おうおうおう、あ、でもこれ屋上近いな。あ、ビストリスはこう語った三打、この記録はアドリアナが兄弟姉妹のために残しておきます。神さえも飲み干す者ピストリスを称えよ。聞くがよい我が兄弟姉妹よ、我ピストリスが何時らに真なる衛星を告げよう。天使の贈り物は人間があえて享受することのないものだった。多くの人間が希望を抱いたまま死に、生きていた者は死の代わりに怒りを抱いた。やがて人間は自ら希望を吐き返し燃やした。こうして天使は死に引き裂かれる神となった。しかし今日その祝福を受けて生き残った者は確実に存在する。不死者の不死身の彼らは今も歩き回り神の復活を願っている。私は目撃した真実をはっきりと伝えた。皆この道に進むのだ。不死身になれってこと？
全然わからん全然わからん。アイテム、色鮮やかなエロゴのクリスタル。さて、椅子の破壊をしていこうか。職人が作り出した素晴らしい出来の椅子を破壊してきましたね。で、この先、ついに来たな。スターゲイザー起動。おや、これは何だろう。杖だね。シモン・マヌスの告白。え、息子にとって父親は神のようなものだ。私、シモンも若い頃はそうだった。しかし、私を作ったものは普通な人間ではなく、私の能力もまた普通の能力ではなかった。お前も失敗作だ。心を読む能力、神の前で捨てられることは世界の破壊を意味する。それから私のせいは、嘘のない世界を作り上げるために存在した。誰にも裏切られず、真実しかない世界。たとえそれが強いられたものであろうとも。やがて扉が開くのだ。一度開いた扉は閉じることは叶わぬ。人類のために私、シモンは人間であることを諦め、不死と真実の道を歩むことにしたのだ。私の体は壊れ、引き裂かれた神として再生される。私は人間としての最後の瞬間にこの記録を残す。シモン・ピストリス・マンス。ピストリスは核語りき。で、これは誰これは誰。美しいところで優雅に過ごしてたんやないか。なるほどね。ここの先に進んでいくと、あ、水盆もあるから、そこだ。あ、そこだね。完全にそこだわ。どうしよう、今日終わりにしちゃおうかな。次回はシモン・マヌス編ですかね。ラストかな。はい、というわけで今日この辺で終わりにしたいと思います。次回またこの続きからやっていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。というわけで、ここまで語りは私コンイでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。